やばい。本当？ちょっと泣き。そういう感じ？人が泣くと泣いちゃうんだよな。いろいろありすぎて、本当に長いこと、4年、バンド始めたくらい、バンド始めて1ヶ月ぐらいした時に出会って、あれ？盛りすぎ？盛りすぎ？全然盛りすぎ。盛ったな。いや、でもその年には合ってるよな。その年に合って。だほぼ一緒にこう、歩んできたわけで。で、なんか知らないうちにこう、一緒にいて、割と一緒に原田、てか、ハイハワイユーとは、ずっとこう、ね、長く一緒にやってまして、実は。うん、なんかこういう感じでね、いや、なんか原田がこういなくなるっていうことは知ってたんですけど、時期に。いざこう、ね、ちゃんとこういう日が来ると。わかんないですよ。ちょっとでもさ、締めっぽくならないようにしようと思って。いや、締めっぽくならないように今頑張って話そうと思ってるけど、わざわざ俺もわざわざパーマ当ててきたんですけど、ちょっとでもこっちに目が行けばなって言ってる言ってる。悲しみじゃなくてよ、悲しみ旅立ちじゃなくて、ね、うん、パーマの方にね、おしゃれおしゃれ、かわいいよ。うん、そんな感じでね、楽しく行きたいですね、今日は。これ以上私多分ダメだ。これはダメだ。